趣味で中華ガジェットを研究している小原でございます。今日はファーウェイスマホ、これメインスマホとして使えるのかどうかってお話をしようかなと思っております。皆さんもご存知かと思いますが、ファーウェイはですね、 GMS ですね、要は Google 系のまあアプリとかアカウント関係の認証が使えませんよっていう問題があるじゃないですか。で、特に最近だともうファーウェイってハーモニー OS 版しかおそらく出さない方針なんですかね、ちょっとわかんないですけれども、例えばこういったメイト60シリーズとか、あとはピュラ70シリーズとかですね、本当に直近発売されたモデルに関しては EMUI 版がない、グローバル版ですね、がないという感じとなっております。で、今までも GMS ないものに関して、あの EMUI 版ですね、グローバル版は、まあ、比較的アンドロイドチックなものが、残っている関係でですね、意外と Google 系のサービスね、問題なく使えたりっていうのがありました。ただ今回ね、まあ一応ハーモニー OS って Android ベースではなんだかんだあるみたいなんですけれども、まああくまでね、独自 OS ということで、どれぐらい違う、あのどれぐらい、まあ、GoogleGMS デフォルトで搭載してなくても使えるのかどうかというお話でございます。で、ちょっと長くなりましたが、まあ、結論としてはね、やっぱりメインスマホ厳しいのではないかなというふうに個人的には考えております。まあ、ただその GMS が搭載されていないということに対して、まあ、いくつか緩和するというか方法が、特に海外サイトとか海外の YouTube 見るといろいろ紹介されております。まあ、なのでそのね、今回代表的なものの導入方法と実際使ってみてどうだったか、まあ、結論としてはなんでちょっとメインスマホとしては厳しいよって話だったんですが、そこは理由とか、具体的にどういうデメリットがあるのかみたいなものをお話ししようかなと思っております。ではその辺のなんかご説明みたいなのをしていきたいんですが、まず前提としては先ほどもちょろっとお話ししておりますが、ハーモニー OS 版でのお話でございます。で、そこでよく言われるのがですね、まあ、当然ハーモニー OS なんでプレイストアとかでアプリをインストールすることができないよという話なんですが、別に野良アプリ入れればね、 APK 形式のファイルであればインストールできるわけです。だからそれでいいんじゃないのって思うかもしれません。ただ GMS がね、搭載されていないことによって通知が来ないという問題があるんですね。その通知の仕組みが Android に関しては GMS、まあ、Google のそのなんか API かわかんないですけど、そのサービスを介して通知を配信してるっていう感じなんですね。なんで Huawei に関してはデフォルトだと、そういった特にその GMS を利用している通知のものに関してはね、届かないというわけですよ。だから少なくとも Google 系のアプリとかね、ほぼほぼ通知が厳しいよみたいな話があります。ただここのね、通知問題に関してはね、解消することができますので、そこはお話ししようかなと思っております。結論から言うと、マイクロ G っていう、まあ、アプリみたいな、まあ、モジュールですかね、みたいなものをインストールすれば、まあ、基本的に通知問題に関しては解消することができます。あとは、プレイストアもどきみたいなものは使うことができるっていう話ですね。ということで、まず最初のところですね、下準備のところで、まずアプリガードという機能がファーウェイに入っちゃってますから、これをオフにしてやってください。アプリガードですね。まあ、設定のところから検索してやればアプリガードという機能出てくるんじゃないかなと思います。で、これはファーウェイのアップギャラリーというアプリストア、ファーウェイ独自のものあると思うんですが、それ以外のアプリのインストールをブロックするというセキュリティ機能でございます。なので今回はね、これちょっとオフにしないといろいろ問題が出てきますよというお話でございます。では続いて、本題のマイクロ G をインストールするところですね。で、マイクロ G に関しては、いろいろ設定、やり方いくつかあるんですが、まあ、一番無難なのがブラウザーですね。ファーウェイの独自のブラウザのところで、マイクロ G と検索してやってください。そうすると、まあ、公式サイトみたいなものがありますから、そこからインストールしてやるというやり方ですね。ここからハンバーガーメニューのところ行ってやって、ダウンロードというボタンがございます。で、ここからこの3つですね、アイコンみたいなのがあると思うんですけど、ここのやつを、ダウンロードして、インストールするというやり方でございます。まあ、一応ね、実はファーウェイのアップギャラリーですね、アプリストアに関してもね、上の2つに関しては、マイクロ G って検索すると出てくるんですよね。マイクロって検索してやるとこんな感じで出てきてるじゃないですか。まあ、ただ3つ目のやつはいずれにしてもこのサイトから行かないといけないっていうのと、そのアップギャラリーの地域のところ中国にしないと、この、マイクロ G ですね、出ないみたいです。まあ、なんで手っ取り早くここの、公式サイトからダウンロードしてやればいいんじゃないかなとは思います。ということで、じゃあまずマイクロ G とサービスと、コンパニオンのところをちょっとインストールしてみますか。ちょっと私はもうすでに、ダウンロード済みなんで、ダウンロードのファイルから引っ張っていきたいと思います。
はい、こんな感じで、まあ、ほぼほぼ、まあ、数分待てばですね、インストールされるかと思います。注意点としては、このホーム画面上におそらく、デフォルトの状態だとアイコンが表示されないので、まあ、このアプリストアの、画面から開いてやるのがいいんじゃないかなと思います。で、まずやるのが、このマイクロジーサービスの方ですね。で、ここから各種権限を付与していく必要がございます。で、上のところでまあセルフチェックってよくあるやつですね。やると、ちょっといくつか設定必要なところが出てきてしまいます。で、ここの設定をどうやっていじるかというと、まあ、これはね、もう皆さんわかるかと思います。ほぼほぼ Android でも同じような画面があるんですが、マイクロ G のところから、まあ、位置情報とか Bluetooth の権限を渡してやるという必要があるんですね。マイクロ G サービスのところで、全部これをですね、常時許可にしてやる必要がございます。まあ、これは当然ね、わかるかと思いますが、ちょっと自己責任でお願いいたします。セキュリティ的なリスクがまあゼロではないというお話ですね。当然、サードパーティーの、このマイクロ G というのはものなので、まあ、大手企業の、例えば Google だとかが提供しているわけでは当然ございません。そこは注意してください。一応ちょっとマイクロ G コンパニオンのところも、まあ、そうか。全部これ、使用時のみ許可、位置情報のところはしてやった方がいいかなとは思います。で、そうすると、セルフチェックのところがね、ほぼほぼ今、丸がついている状態になるんじゃないかなと思いますね。こんな感じ。こんな感じですかね。はい。それ一部まだ残っちゃってますが、ちょっとこの辺はちょっとなんかうまく合わせて、まあ皆さん、ある程度スマホ詳しい人ならわかると思うんで、基本全部権限は許可すると。で、そうするとですね、このサービスフレームワークがインストールされていますっていうのがまだチェック入ってないと思うんですね。で、ここが何かというと、さっきのウェブサイトのところの、フレームワークのこの最後のやつですね。3つ目のやつです。これをインストールすると、さっきの丸がつくんじゃないかなと思います。で、これで、はい、インストール。ちょっとパスワード出てきますが、はい、これでいきましょう。で、そしてさっきのなんか、サービスフレームワークみたいのをインストールすると、ほぼほぼ丸がついてるんじゃないかなと思います。で、この最後のところがですね、これは一回、Google アカウントに追加しましょう。これはね、普通に Google、皆さんお使いの Google アカウントにログインするというやり方ですね。まあ、注意点としては、ちょっとこれ非公式のものなんで何が起こるかわかりません。なんで、ちょっとサブアカウントとかもしかしたら使ってもらった方がいいのかもしれません。ということで、私もちょっとサブアカウントを入力しておりますので、お待ちください。はい、こんな感じで、はい、できたかと思います。本当に3分クッキングみたいに要領よくやらないといけないんですが、これはまずアカウントの追加は完了しましたと。その次にやるのが、多分エクスポージュノティフィケーションズもこれオンにしつつ、例のね、アカウントの管理のところを開いてやりましょう。この設定アプリのところからユーザーとアカウントですね。まあこれ Android にもよくあるやつだと思うんですが、ここで、レガシーセティングスと、ここで Google のあれですね、アカウント出てきますよね。そこから、レガシーセティングスというものが出てきます。で、ここの下のところですね、Allow apps to find accounts っていうのがありますから、これをオンにすると。で、こうすると、よくある、例えばアプリピッて押したときに、Google でログインしてくださいみたいなのが出てくるじゃないですか。それをオンにするという機能ですね。まあ、なんで、これでほぼほぼ、まあ、一般的なね、スマホと近いような使い心地が実現できるんじゃないかというお話でございます。はい。で、これによって通知は問題なく使うことできますし、まあ、こういった Google 系のアプリですね、もう一発で、ログインされた状態でインストールすれば開けますね。はい。YouTube とかも、はい、こんな感じで、問題なく開くことができます。まあ、注意点としてはいくつか使えないアプリありますね。まずあるのが Play ストアですね。Google Play のストアに関しては、使うことできません。まあ、なんで、サードパーティー系の、いわゆるオーロラストアとか、あとは APK Pure とか、そういうサードパーティーのアプリストアを使ってやる必要があるんじゃないかなと思います。あとはね、私の使用シーンだと Google ウォレットですね。これ一応使、あれですね、開けはするんですけど、まともに使うことができないという感じですね。はい。し、まあ、こんな感じで通知も、はい、問題なく来るんじゃないかなと。ちょっとこれ、まあ、あんま正面にはなんないと思いますけど、一応 Google の Gmail で通知が来てるっていうのがわかると思います。はい。ということで、3分クッキング的なものは終了ですね。ここからは課題というか、お話しようかなと思います。まずあるのが、まあ、さっきのオーロラストアとかね、そういう有名なサードパーティーのアプリストアあるんですけど、これのアプリ更新とか、インストールするときですね、なんか毎回手動で操作しないといけないんですよ。これがちょっと、めんどくさいのかなと思っております。例えば、こんな感じで、まあ、これオーロラストアなわけなんですけれども、開きますと、これでやります。このなんかボタンを毎回押さないといけないと。
で、押して、このパスコードを入力したりとかっていう作業が発生しちゃうんですね。まあ、なんで、まあ、新規のアプリをインストールするときはまだいいにしても、更新とかもね、場合によっては手動でやらないといけない。自動でならない場合があるんですね。ここはちょっとめんどくさいのかなと思います。で、もう一つが、Google Play の当然課金のね、アプリとか、基本的に使うことはできませんし、それで課金自体ですね、課金する行為とかもできないわけですよ。だから例えばね、ルマフュージョンっていう、動画編集ソフトですね。これ、有料のアプリなんですけれども、そうすると、一応、インストールすることはできます。例えば、オーロラストアとかで、インストールすることできるんですよ。こうやって弾かれちゃうんですね。プレイストアからインストールしたやつで、起動してくださいみたいな。そういうのが出てきちゃいます。まあ、なんで、例えば、課金は別のなんかサブのスマホとか、普通の GMS 入ってるやつですね。で、やって、まあ、サービス自体はこのファーウェイのスマホでやるとかってもできなくはないでし、一部のアプリはそれできます。できますが、やっぱりこういったところに、例えば今お話した、ルマフュージョンとかいろいろ問題が発生してくるんじゃないかなとは思います。では、ここからちょっとね、まだ私も試してないんですが、LINE の課金ができるかっていうちょっとお話をしようかなと思います。ちょっとスタンプをね、課金してみたいと思います。これできますかね、ちゃんと。コインチャージできるのでしょうか。例えば300円分、ちょっとクレジットカードの情報が出てきちゃいますが、できるのか。これ今、クレジットのパスワードを打ち込む画面までは進めたんですよね。Google Play の私のアカウントのやつが出てきて、で、今購入中でぐるぐる回ってます。あ、お支払いできた。すごい。Google Play でお支払いできました。なんで、まさかのコインとかスタンプの購入もできますかね。ちょっとスパイファミリー映っちゃって大丈夫ですかね、これ。あ、多分できましたね。これダウンロードしてるんで。はい、できたと思います。まあ、こんな感じでちょっとね、ヒヤヒヤしつつ、アプリの購入とか、まあ、できなくもないというお話でございますね。で、こっから言えるのがですね、まあ、例えば、Google ウォレットが先ほど使えないという話ありましたが、例えば LINE も多分厳密には Google ウォレットから情報一部読み出してるんですが、こんな感じで部分的に使うことができますよと。まあ、Google ウォレット使えないと困るのが、例えば、フェリカとか、モバイルスイカとか、ID とか、クイックペイとか、その辺が使えないという話になってくると思うんですね。まあ、ただ、ファーウェイに関してはもともと海外スマホですので、もちろんフェリカとかそういうのは使うことできません。まあ、ただしで言うと、そのタッチ決済ですよね。NFC 使ったビザタッチとかマスターカードのタッチ決済とかは、まあ、海外スマホでも使えるわけなんですけども、おそらく Google だとこれ使えないと。まあ、ただ、ビザのタッチ決済って、そんなに使用用途限られるというか、普通にもうカードを直接出しちゃえばいいかなと思うので、まあ、その辺で回避はできるんじゃないかなというのが、まずあります。そしてもう一つあるのが、例えば、今みたいにルマフュージョン使えませんよとか、Google ウォレットね、一部使えないよってなった時に、あ、だからこのスマホダメなんだっていうのではなくて、逆にね、違うサービスとかアプリを使うきっかけになるじゃないですか。例えば、ルマフュージョン、私、例えば YouTube ショートとか、ルマフュージョンで使ってるんですけれども、他の編集ソフトはないかとか、もうこれ、この状態なので強制的に考えざるを得ないじゃないですか。そういうきっかけになるっていうのはね、意外と、まあ、逆張りすぎるって言われたらあれですけれども、意外と、ありな体験なんじゃないかなとは、思いますね。例えば、回避できる有名なものとしてはですね、Google のパスワード自動入力ですね。これ、ファーウェイのスマホ使うことできないっぽいです。まあ、ただ、マイクロソフトのパスワード管理アプリは、ね、これ問題なく使えますし、自動入力とかも、バッチリ呼び出してくれます。で、かつ、まあ、Google のパスワードから、マイクロソフトのパスワード管理アプリの移行って結構簡単なんですね。まあ、なんで、こんな感じで、なあなあで今まで使ってきたやつを使うのではなくて、そうやってなんか比較するいい機会になるんじゃないかなというのは、まあ、なくはないのかなと思います。とはいえ、こういったね、事象がやっぱりちょこちょこある。決済もちょっと怪しかったりとか、あとは、ね、通知に関しても一応来るっていう立て付けになってますが、ちょっと若干やっぱり挙動が怪しい時があるのかなと思います。まあ、これはですね、おそらくそのハーモニー OS のバージョンとかによってもその安定感が若干左右されてしまったりとかっていうのがもしかしたらあるのかもしれません。で、今後、例えばハーモニー OS がアップデートされたりだとかってなった時に、また今後これね、今、仕組みどうなるかわかりません。あとは、Google 側がちょっと対策をしてきて、当然これ非公認のシステムですので、なんかブロックされるとか、そういう可能性もあると思います。まあ、そういう意味で、ちょっとファーウェイのスマホにやっぱり依存するのは、まあ、現時点では残念ではありますが、ちょっと危険なのかなという感じがしております。はい、今回の内容としては以上となります。はい、まあ、私もちょっといろいろファーウェイのスマホをうまくメイン機として使えないかという情報は日々、収集したり試したりしております。これはね、本当に中華ガジェット好きな人にとってはもう永遠の、
課題というか、ということになってると思うんですよね。で、今回もちょっと定期的にまた、ファーウェイの情報に関してはお送りしておきたいと思ってますが、具体的な方法は見つけられませんでしたというお話で、ございます。やっぱりね、ファーウェイのスマホを100%ね、活かせないっていうのは本当に、まあ、人類というか、まあ、特に我々にとっては、ね、大きな損失だと思うんですよね。ファーウェイといえばやっぱり最新の技術、取り入れるの非常に早いですよね。特にカメラに関しては、AI の、自動検出とか、まあ、多分ファーウェイ最初だったと思いますし、確かペリスコープの望遠レンズとかも、ファーウェイが一番積んだの早いですよね。で、最近だと可変絞りとかも、本格的にちゃんとこの写真をきれいに撮るための技術として、出したのもおそらくファーウェイが最初なんじゃないかなと思います。まあ、そういった先進的な技術をですね、取り入れられないというのは非常に残念なことで、ございましたね。まあ、ただ、皆さんもしちょっと、ファーウェイの活かせる、なんか、情報みたいなのありましたら、この動画のコメント欄でもいいですけれども、なんかいろいろ、発信いただければなと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルではこんな感じで、まあ、特に中華ガジェットとか、実際に使ってみてどうかみたいな観点でお送りをしております。まあ、なのでそういう観点での情報が興味ある人は、いいねとかチャンネル登録とかお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。